さあやってまいりましょう。手持ちのツムすべて紹介しているまで終われません。続きましたティンカーベルですね。これは初期の頃のまたツムでございまして、当時これが出た時はね、僕のですねエースでしたね。まあ言うても200万点いくかなっていうところのね感じのツムだったので、まあ懐かしいし、彼女のねそのさーってね横に飛んでいく、まあもうすぐスキルをお見せしますがっていう感じがねすごくね可愛くてね好きなんですけど、やっぱり初期の頃のツムっていう感じなので、あんまりね点はねほら M サイズだけど20っていうね、そんなにねまあぶっちゃけ稼げないっていう感じですね。なかなかまあ難しいところじゃないですかね、使いこなすには。シュン、はい、ね、ティンカーベルかね、なんか小鳥ちゃんって感じしますよね。手に手の上に乗ってピヨピヨとかね、その本場の小鳥になっちゃいますけど、うん。でもやっぱりなんだろうな、妖精さんだから魔法が使えるんですよね、うん。ピーターパンの映画もね、もう小さい頃に一回見たくらいだから、もうどんな中身だったかっていうの覚えてないんですよね、残念ながらね。うん、高校の時に一つ上の先輩たちがね、音楽会で、そのミュージカルでやってたのを覚えてますけどね。なんかあれですよね、確か楽しいことを考え続けていると空を飛べるんでしたかね、うん。考えてみよう、楽しいことを、クリスマスのおもちゃ、おいしいお菓子さ、それだけで飛べる飛べる飛べるっていう曲を歌ってたのは覚えてます。これがほんまにそのピーターパンの曲なのかどうかっていうのは定かではありませんが、はい、とりあえずずっとくん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 、はい、ということで横にさっと飛んで魔法で消していく、そんな可愛らしいツムでございました。ではまた次回。